短く話す自分のための講座 <laughs> 第何回目か始めたいと思います皆さんお昼ご飯食べてますか私はお昼にですねお腹空かないんですよ皆さんは食べてますかねー、まあ、ちゃんなんて朝ごはん食べてお昼にはもうお腹減ったつって 血圧下がるって言いながらお昼ご飯食べちゃう人だったりもするから、まあ、そういう人見ると私はもう本当まあ羨ましいいう,いう感じなんですけどもね私にはそういうものが普段からないもんですから食べませんじゃあ昼休み何してるかっていうとまあ大体プラプラ写真撮ってます天気いいとそんな昨日ね撮ってきた写真見てみましょうチューリップです今週になって あすごい綺麗だなと思って撮ろう撮ろうと思ったんですが昨日はやっと撮り出せて、えー、撮りました、まあ、ここをキュッて通り過ぎるといつも青空とこのクレーンが目についていつもぼーっと見上げてます昨日の朝のシーンですねで昼休みまあ食べないんで千鳥ヶ淵行ってみようと思って NTT の自転車借りて ぐるぐる内取りが淵まで行ってきました天気も良かったんでまあ、そんなことがねできるんで息抜きとしてはすごくいいんでいかがですかまあ、これからね気候も良くなるから私ちょっとも何度もやってみようかなって昨日思いました宗教科学的な感じだったような気がしたんで不思議な風景と思って撮りましたで桜はもう終わってましたはい。でもまだ,まだ花びらはギリギリついてましたねこれ遠いに見えないんですけどごめんすごく花びらがこうピューってなってるんですよね ギリギリ桜があるところと何て言うんですかね花はねそれをちょっと綺麗っぽいのを入れながらお友達ですから、まあ、親子かなこうしててもスマホを見てるなぁと思いながら写真を撮ってましたで実はこれは、えっと、相当いろいろと待ってたんですよというのはですねこれ見えるかなこれは本ちゃんじゃないんですけど結局これも撮っといたんですけどもこう花びらがですねピューッと舞い散ってこう。 見える。すごい！綺麗な感じ。散ってる感じの時にこのまあ、真ん中ぐらいですね。の間にこうなんかボートとかが来てくんないかなと思ってずっと待ってたんですけど、15分ぐらい待ったんですけど、まあ、それぞれになってしまったというまあ、こういうこともあるから面白いですよね。逆にこういう時に2台通りに来たりすると楽しいというか、あの昼休みじゃなければずっともっと待ってたと思うんですけども。あのこういう。 まあ、いわゆる風が強かったんですけどねとても綺麗な情景でございました、まあ、桜は終わりごろだったんですけども菜の花でいいですよね菜の花がピューってこうあるところがあって、えっと綺麗な黄色が素敵でしたちょっと船の並びが綺麗だなと思って撮ってたんですけども難しいっすよね、まあ、レンズは単焦点なんで 道路のところとかで引いたり、あまあ、これ以上近づけなかったんでこうおっしちゃいましたけども、も、えー、トリミングしてるんですけども、人が乗ったボートが近づいてきてるんで、これ以上やるとどん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 画角狭くなっちゃうんで。まあこの状態で撮っても、後ではあのあんまりしたくないけど、トリミングしたっていう感じですかね？まあ、これも時間があればね。その人が通り過ぎたり、なんかしてで、このひ右側の棒を邪魔にならないところでこう。 やってバシッと撮りたいところですが、まあ、お昼休みなんで外国のの観光客の方がたくさん、えー、お散歩してました、ね、だいぶやっぱりコロナ中とは通ってる人の予想が変わってきててあのよかったなって思いながら、えー、自転車をしながら散歩していいところがあったら写真撮ってました。ということで今日の一枚としては。 まあこれなんですけど自分としてはこの桜吹雪と一体化したかったのができなかったんでまあこれですかね今週末とかはまあもしくは朝かな明日金曜日なんで朝とかに石神公園のチューリップ畑でも行って去年も撮ったんですけどもまあ今年。 は自分でどんな風に取れるかっていうのを試してみたいと思います相変わらず話が長くなってしまいましたがめちゃくちゃカットして短くしたいと思いますそれではまた